ジョージ・マックレイはアメリカ合衆国の歌手。ディスコソング、ロック・ユア・ベイビーの大ヒットで知られる。元妻は歌手のグウェン・マックレイ。フロリダ州、ウェスト・パーム・ビーチに生まれる。父は元警察官であった。9人の子供の2番目として育つ。6歳の頃からアフリカン・メソジスト監督協会ペイン・レイ・ハイドに通い、聖歌隊でゴスペルを歌いながら少年時代を過ごした。 地元のルーズベルト高校でグリークラブに所属した後、イフ兄弟5人で自身のユニットジビンジェッツを結成。1963年にジョージがアメリカ海軍に入隊するまで活動した。また、海軍でも厚木エクスプレスを結成して音楽を続けた。入隊間もない水平のジョージはローカル歌手のグウェンと出会った。 グウェンもまたペンテコステ教会でゴスペルを歌って育った身である。二人は交際を始めてから一週間待たずに結婚する。それから4年後の1967年にジョージが海軍を除隊すると夫婦でデュエットを組んでアルストンレコードと契約、1969年からシングルを出すもヒットには至らなかった。また事実上はグウェンがソロを受け持ち。 マネージャーのジョージがバッキングボーカルに加わるというものであった。そして、ヒットが出始めたグウェンのソロ活動に重点を置くとともに、ジョージは大学で刑事司法について学ぶことを絶望し、歌うのを諦めかけていた。ところが、ちょっとしたトラブルがもとで、グウェンに提供された楽曲をジョージが代わりにレコーディングすることになった。 これが1974年に大当たりしたディスコソングロック・ユア・ベイビーである。ジョージはグウェンとの間に3人の娘を設けたが1976年に離婚を発表した。別々の道を歩むことになるが2人とも現在まで活動を続けている。なお、ジョージは2016年にニューアルバムラブを発表した。ありがとうございます。